こんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、なんとこんな私にどうしても聞きたいことがあるという方が私の家に来てくださってますので、その方を招いてですね、果たして私に何を聞くんだろうなっていう今ドキドキ感あるんですけども、早速お呼びしたいと思います。どうぞ。はい、どうも。こんにちは。すいません、なんかどちらでもさせていただいて、はじめまして。はい。あ、ケロケロマスミと申します。はじめまして。はい。はじめまして。わあ、なんですか、私に聞いてか何者ですか。確かに私、青木かのんさんのなんか ADHD のなんか動画出してらっしゃったじゃないですか。はいはい、あ。もう去年ぐらい、ね、あ、そうですね、はい、過去動画で、はい、それ見た時にめっちゃ自分と当てはまると思ってやばい、姉だと思って姉姉だともうすっごい親近感湧いちゃって、はいはいはい、でちょっと聞きたいなというか、その自分のいろいろ症状症状まあでもなんか病気みたいになってますけど、そういうわけじゃないんですけど、でも私めっちゃやばいっすよ。いや、でも私もやばいっすよ。やばいっすよ。なんか他の人に言ったら考えられないみたいに言われることを私めちゃくちゃありますけども。いや、私も結構あって、はい、それをちょっと今日診断していただきたいなと。わかりました。はい。頑張ります。で、ちょっと本題行く前に、横にいる女性はですね、YouTuber さんで、ケロケロマスミさんっていう、どういった系の動画出されてますか？まとめると。最近はでも、Uber Eats をやったりとかの動画。ね、はい、Uber Eats の配達員やられてる。はい。そうですよね。で、すごい私が、なんか、めちゃめちゃ面白いなって思って、一方的に、ちょっと私がファンなんですよ、実は。で、Twitter の DM で、お会いしたいですって言ったら、実は、私もカノンさん動画見てて、っていう感じで、なんか ADHD のことをいろいろ聞きたいみたいな、はい、っていうことで今回動画撮ってるんですよ。はい。なんでまさかなんか違う展開で私はお会いすることになったっていう感じですね。会いたいけど、なんか私に ADHD を聞きたい。私も会いたいしみたいなそんな感じで本日は実現いたしました。はい。ということでですね、そしたら私どんな質問今回用意していただいてるんですか。はい、5個ぐらいちょっと当てはまる5個の、はいはい、あるので、ちょっとお話しさせていただけたらと思います。あ、わかりました。てか、なんでこれ隠してないんですか。バレちゃう、バレちゃう、ちょっとやめてやめて、ストロングバレちゃう。いや、なんか飲むって聞かれて 9% のストロングが出てきてちょっとびっくりした。いつも飲んでません、生配信で。いや、私も飲んでんですけど。結構飲んでですよね。飲んでますね、いつもライブ配信とかでお酒飲んだり。結構やばいんですよ、なんか。いやちょっと、ここはちょっとおしとやかに。ここはちょっとね、他の人のチャンネルなんですけどね、普通の女を演出しようと思っておりますが、ちょっとバレちゃったんですけど、はい、あ、元男の子さんではないですよね。あ、そんなことはないです、全然、生まれも育ちも女の子ということで、女の子育ちだそうですということで、じゃあ早速はい、行きましょうか本題に。はい、聞きたいことって何ですか私に。いや、私部屋めっちゃ片付けられないんですよ。で、どんどんお部屋になってっちゃって、炎上した動画ですか、この前そうですね、なんかこれはちょっと度が過ぎてるみたいな、あまりに部屋汚すぎてコメ欄が荒れまくるっていう。生配信したって、なんか小林プンプン飛んでませんでした。なんかそうなんですよ、夏場とかなんかもうライブ配信しながら後ろ小林通過みたいな、今通ったぞみたいな、みんなにめっちゃ教えてもらって、マジどこみたいな、やみたいな今はもう季節的にちょっと小林も自粛されてるんですけど、そういうのがあって、はい、片付けられないよなーっていう。まあ、感じは、まあ、なかなかないですけども、じゃあ私ちょっと比較していいですか、はい、私の場合は。はい。めっちゃ綺麗ですけどね、ここは。あ、まあ、ここが綺麗なんですよ。ここ綺麗なんですけど。ここ綺麗なんですけど、はい、もう一個の私の家は、はい、あんなもんじゃないです。マジですか。見ます？見たいです。やばいっすよ。これです。これ何ですか、小林殺虫器。私、もう、やばい、プロですよ。え、小林殺虫器って感じですか。だから、飛んでる気というか、もう私、捕獲に走ってるんで、はい、あれ2台です。マジですか、はい、いや、これは。だって私の場合は、プーンって飛ぶんじゃなくて、なんか、交尾してるんですよ。なんか、お前が空中で交尾してるんですよ。だから、おい、やめろ、こんなとこでやめてないって。なるほど。いや、交尾は、交尾阻止してるんですよ、小林の。私の勝ちですね。全然すごいですね。レベル高いですね。そんなんで ADHD なんて硬いなと言えないですよ全然。で、二つ目が、集合時間に間に合えないんですよ。ちなみに、はい、なんかどんなシチュエーションとかってあります？なんか例えば1時集合ねとか言うじゃないですか、はいはい、そうすると、はい、1時から家を出るみたいな。ちょっとやばいな、これ。あ、わかるわかるわかる。でも、わかる。焦りがないんですよ。わかる。
でもすごい罪悪感があるんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。あ、やっちゃったと思いつつも。やっちゃったと思いつつ。そうそう。なんかこう、時間を逆算して。できない。できないんですよ。私通訳してる。同時通訳いて。っていうのも、私昔、昔っていうか本当去年、はい、ラジオの仕事をいただいたんですよ。はい、ゲスト室なんですけども、はい、で、現場が1時半集合なんですよ、うん。で、比較的そんなに遠くない場所だったんですよ。普通の人だったら30分、40分前に出発して10分前に到着しとこうっていうのが私、なぜか10分前に家出たんですよ。いや、でもめっちゃわかるんですよ。でも、家出るまでは絶対間に合うみたいな、なんかよくわかんない自信があるんですよ。でも、家出て5歩ぐらい歩いた瞬間に、間に合わないじゃんみたいな。で、前日にちゃんと気合い入れて、ちゃんと調べてるんですよ。しかもその日、私、朝5時起きたんですよ。絶対遅刻できないと思って。すごい。朝5時に起きて、スタンバってんのに、あれ？なんで私1時20分出てんのみたいな。それは何してたみたいな。って感じです。いや、わかります。早起きしたとしても、なぜか間に合えないっていう。はい、あ、そうですよね。はい。で、あと私よくやる技が、友達と集合時間とか、あるじゃないですか。はい。で、大体集合時間、私電車乗ってるんですよ。この、こういうシチュエーションがあって、ごめん、間に合えないって LINE を大体送るんですけど、あとちょっと偽るんですよ、場所。わけがまだ、池袋にいるのに新宿いるよとか言ったり、もうすぐ着くよとか、持っちゃうんですよ、時間とかも。大体5分後ぐらい着くって言っといて10分後だったりとか。そうなんですよ。実は。行き上がりの妹ですか？いやもう本当にだから共通点が多くて。そうですね。これでもやっぱ ADHD っていうかそういう時間間に合えない人あるあるなのかなみたいな。でも私、今回お会いする、まあ初対面から2回目なんですけども、うん、その前から約1年間ぐらい私視聴者側だったんですよ。ずっと見てて動画。すごい、本当に嬉しくて私は。なんか引き寄せられるっていうか、なんか私を見てるみたいな、なんか鏡みたいな感じなんですよ。なんか生配信中になんかいろいろやらかしたりとか、普通の人だったら見せたくないようなことをあえて見せちゃうところとか、なんか行動パターンとか、あと考え方とか、本当鏡なんですよ私のっていう。ごめんなさい、話しあげちゃった。はい。じゃあ三つ目どうぞ。で三つ目が、同じものを二個ずつ買っちゃうんですよね。え、それってもしかしてなんて呼んでますそのこと？え、なんか一応家に一個在庫持っときたいみたいな。在庫って言います私も。今私の視聴者さん多分発狂してますよ。マジですか？ちょいちょい私動画内で自分が話してる時に在庫って言うんですよ。やばいっすね。そうですね、一個気に入ったのがあると、これが何かあった時にまた変えれるようにみたいな感じで、はい、もう一個余分に家に持っておきたいって思うんですよね。その在庫が原因で家の中めっちゃ散らかり、あ、確かにそれがあるかもですね。在庫で部屋が埋め尽くされてるかもです。どちらかというと使ってないものとかがだからやっぱ多いのかもですね。え、なんでこんなに同じなんですかね。マジですか？まあでも今のこの私の家見るとあんまり説得力ないと思う。そうなんですよ、まあ、比較的綺麗にしてるから、はい、結構綺麗に。ただ私極端なんですよ。めっちゃ綺麗かめっちゃ超汚いかどっちかなんですよ。でこの家って週3ぐらいでその渡るくんとかも来るから、だからずっと綺麗を維持できてるんですよ、渡るくんのおかげで。だけど誰も来なかったら多分ああいう風になるんで。あともう一個私から逆質問していいですか？はい。その一回掃除やりだしたらもしかして止まんなくなるタイプですか？あ、めっちゃそうです。あ、マジですか？突然深夜とかわかんないですけど、スイッチが入るとめっちゃ綺麗にしなきゃってモードに入って、もう床を拭きまくるみたいな、隅から隅まで。気になります？髪の毛一本も。いや気になります。ゴミ屋敷なのに髪の毛一本気になります。いやダメです、許せないです。許せないですよね。埃の一つ許せない。許せないですよね。はい、お部屋なのに。説得力ゼロ。あ、潔癖な部分とかあります？そうなんですよ。 あります？はい、私も潔癖なんですよ。常にでっかいウェットティッシュ持ち歩くんですよ。なんかスマホとか汚れたら、なんか便器よりもめっちゃ汚いって言うから、スマホって。だからなんかもう嫌なんですよ。でもお部屋なんですよ。そうなんですよ。潔癖。え、そうなんですよ。私もなんか電車のつり革とかあんま触りたくないし、ドアノブとかちょっと触りたくないなとか、お部屋なのに。なんかその謎のギャップと説得力のなさあるんですけど、それで周りに信じてもらえない。そうですね。いや何言ってんのみたいな、本当の潔癖から見るとおめえお部屋だろみたいな感じ思われちゃうんですけど。怖い、怖くなってきた。何者ですかあなた。多分妹です。クローンじゃなくてですか？クローン。ちゃんと怖い。え、あ、わかりました、ごめんなさい。あ、じゃあ4つ目。はい。で4つ目が、いや私家に入れないんですよね。固まった。え、私もです。え、マジですか？家にいると病みます。いや、病みます。めっちゃ病みます。病みますよね。病みますか、もう何もできなくなっちゃう。何もできなくなるんですよ。はい。なんで、一日のスタートは家を出ることからっていう。同じです。テレワーク絶対無理。
絶対無理です。もう家にいたらなんか何もやる気なくなって、なんか自己嫌悪みたいな、今日何したんだ私みたいな感じになります。はい、とりあえず近くのカフェに私行きます。おお、はい、私もなんか家の近くのファミレス行ったり、まあカフェ行ったりとかですかね。それってなんでですかね。私はで言うとなんか人の気配感じないと。あ、めっちゃわかります。なんかやっぱ人の目があるからちゃんとしなきゃっていうか、なんて言ったらいいんだろう。わかる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 。でも私近くの席でなんかずっとうんうんってやってる人いたらずっと気になって作業できなくなる。悪循環。なんでですかね。人混み嫌いなのに人混みに行かないとなんか作業できない、あみたいな感じ。分かりやすく言うと、はい、とりあえず自分が誰かに監視されてるっていうなんか、うん、環境下に置かないと何もできない。はい、なんで私も勉強、高校生とか勉強するじゃないですか、はいはい、家でマジで勉強したことなくて、そもそもまあ部屋が汚いっていうのもあって、もう勉強する場所がないんですよ。あ、物理的な。あ、物理的なか。あ、なるほどなるほど。なんであの図書館とかわざわざカフェ行ったりとかして勉強してたんですけど、はい、その名残っていうか分かんないんですけど、とりあえず部屋でとか家で何かするっていうのはまず選択肢を捨ててるというか、家を出るとこから始まるんだぞっていう。変わったんですかね。やっぱ話して何なんですかね。いや、これはもう同じっていうことで、はい。で、あと最後にもう一個あるんですけど、はい、なんか一個のことを考えるともうそのことしか考えれなくなっちゃうんですよ。はいはいはい。あ、で、例えばなんか私最近家をっていうか部屋を探してて、はい、賃貸で、はい、でもうそのことを考え出したらもうそれしか考えれなくなっちゃって、もう一日中スーも見てるみたいな、もうずーっと物件の情報を探してて、もう動画の編集ももうどうでもよくなる、もういいどうでもいい、もうどうでもいいわって今部屋から探してくれ部屋を探させてくれってなって、本当にリアルに1週間ぐらいずっと部屋探してた時期ありましたね。これって私で言うと、価格ドットコムとか、あの、アマゾンの撮影機材とか、なんか、もうずっと私で言うと、ひたすら口コミ見て、いやいや、これじゃない、これじゃない、これかなっていうのずっと、それで私も何にも手つかなくなります。いやー。それと似たような感じ、てか似たようなとか同じか。そう。分類的に言うと、カテゴリー。やばいっすね。はい。やばいっすね。なんかもう、それを処理しないと、そうです。前に進めない。はい。でも価値じゃないですよね、我々。なんかさっきの話と。我々。その時間でもめちゃルーズみたいな。うん、でも。そうなんですよ。気持ちは別に全然ルーズするつもりないんですけど。気持ちは超せっかちですよ。そうなんですよ。でも行動が全く止まってないから、何言ってんだお前みたいな感じに思われるんですけど、はい、心の中ではめっちゃこう急いでるんですよ。せっかち。はい。そうですよね。矛盾がやばいですね。矛盾やばいですよ。だから、もう私すっごい事務所マネージャーに一時期怒られたんですよ。本当ですか。現場遅刻するわ、みたいな。で、嘘つくし、到着時間。あと5分ぐらいで着きますって言ってて、10分ぐらいみたいな。うわー、わかります。めっちゃ盛るんですよ。はい。ちょっと怖いんですけど、本当に。いや、でもなんか、こういう話聞いて、なんか私以外にも、なんか同じ風になってる人いるんだなと思って、ちょっと妙に安心しちゃいましたっていうか、変な安心が。他の人に言うと、あんま理解してもらえないから、普通にしてるつもりでも、なんか周りから見たらおかしいって。でもあれですよね、診断って受けて、いや、そういうのはやってなくて、でもなんかもう小さい頃からずっとやっぱそういうのがあって、なんでだろうなみたいな、ただ自分がダメなだけだと思ってたんですけど、うん、そのなんかカノンさんの動画とか見て、あ、もしかしたらやっぱそういうのなのかなって思ってから、ちょっと心が楽になったというか。そう、それで親近感持ってくれたんですか。はい。あ、なるほど。あ、青木はで言うと、あの高校の時に私診断受けましたね。おお。でもなんか正直その ADHD だから、なんか私は不利な人間なんですみたいな、なんかそういう同情とかなんかあんまり思われたくないっていうか、なんかもう個性の一部っていうか、なんかこういうことをやらかしちゃうけど、でもなんかそれ以外で私は自分の欠点をカバーできるしみたいな、なんかそういう感じでバランス取りながら生きてるっていう。まあ、中にはこれで大変だってどんどん自分を追い込んでいってしまう人もいると思うんですけども、なんかそれ以外で自分がなんか補える部分が見つけられたらもっと楽になるのかなっていうのをここ最近気づきました。まあ、それまでは自分ダメだなみたいなっていう感じですかね。なんか自分からやっぱ ADHD ですってちょっと言いにくい、言いにくいっていうか、私もずっと感じてはいたんですけど、はい、動画とかでは言ってなくて、ちょっと隠してたじゃないですけど、まあそんな感じだったんですけど、まあ、そのカノンさんの動画見て、なんかそういうので、もし同じような気持ちとか、同じようなこういう行動を取っちゃう人の、ちょっとなんか勇気、希望、はい、みたいな、なれたらいいかなみたいな感じで。そうですね、はい。変わり者って、で、なんか悪い意味での変わり者で見られるのがちょっと私も怖かったんですけども、まあ、でも言ってよかったです。こんな、そういう私が言わなかったら、もしかしたらここに出会いなかったかもしれない。そうですね。ですよね。はい、っていう感
じですかね。はい。今回ですね、ケロちゃんのチャンネルにも私、出させていただいておりますので、ぜひ画面の下からですね、動画、見に行ってください。同時公開してますので、ぜひよろしくお願いします。今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あと、ケロちゃんのチャンネルと、私のインスタグラムと、LINE 公式アカウントもありますので、そちらも画面下からチェックお願いします。また、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いきなりキャラ出してきた。ちょっとやめてくださいよ。でも動画だとやっぱちょっと緊張しますね。